はい、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。まあ、割とプラス思考な感じの、で、ベースとかも弾いてる感じの、チューブユーとかいう感じの人です。登録者さんがやっと6年ぐらいかけてですかね、3500人を超えて、まあ、安定期に入ったので、減っちゃうとまた3490人とかになっちゃうんですけど、YouTube のその設定上。まあ、それはいいとして、まあ、ちょっと安定して、多分、3500人をそのまま、また増えていってくれるんじゃないかなということで。まあ、とにかく、ありがとうございます。ひとえに皆さんのおかげ、そして自分が頑張ったから、ということなんですけども、まあ、今日ちょっと時間があったんで、まあ、ベースはとりあえずいいかなってことで、また、後でやるので、記念ということで、まあ、そういった、ちょっとお礼というか、まあ、ちょっと、語ろうかなと思って。で、この動画作る前は違う、この3500人に至るまでのチューブユー年表みたいなの考えたりとか、あと、今後の分析っていうか、今までと、今後の分析みたいなのを考えて、データみたいな数字でとかやろうと思ったんですけど、ちょっと、めんどくさそうだったので、で、しかもあんまり多分面白くないかなっていう、自分の中で面白くないかなって。まあ、自分が面白くないとあれなんで、人のことはいいんで。で、やろうと思ったんですけど、まあ、タイトルにも、まあ、入れるんですけどね、入れてると思うんですけど、まあ、あなたの本当にやりたいことは何ですかと。っていうことを、ちょっと哲学っぽく。いや、哲学じゃないな。まあ、当たり前のこと。いや、まあ、とにかく、ツイッターでもツイートしたんですけど、あんまりそんなに反応はなかったですけど、ただ、ちょっとドキッとさせてやろうかなと。僕、私って、みたいな、私って何をしたいんだろう、みたいなのを考えさせてやろうかなと思って。で、そっちの方がなんかいろいろ語れそうかなということで、もう自分も喋りたいんで、で、そっちにしました。まあ、長くなりますが、頑張ってみてください。ちったらためになると思うんで。で、ちゃんと僕、まあ一応真面目にも伝えたいというのがあるんで、まあその辺はまあ、出だしのつかみとして、大体多分皆さんこの辺でみんなつまんねってなって行っちゃうと思うんで、どっか行っちゃうと思うんですけど、まあちょっと見てもらえたら、っていう感じでちょっと真面目ですね。で、いう感じで、っていう感じでばっかりなんですけど、で、まあ、3500人、そいで、まあ、このままいけば、まあ、一応簡単に分析するとすると、このままいけば、まあ、最近1、2年の分析、自分なりに携帯にメモっといた数字で追っていくと、まあ、だいたい月に1日お一人様増えている感じで。で、まあ多い時は40人っていう感じですかね。少ないとちょっと20人台とかっていう感じで、だいたい30人、35人ぐらいかなと。で、分析していくと、1年で、なんだっけな、1年で500人ぐらいか。このままずっといけばですよ。何事もなく。いけば、で、僕自身も いつも通りにやっていけば、500人ぐらい増えていくのかなって、1年で。っていう計算です。多分そうだよな。3、12、3、2が6、最1が3。ん？まあいいや、まあ4、500人ってことですね。計算苦手なんで。まあ4、500人ということで。あとはその特別何か、超ミスったとかなんか、やり方ミスったとか、あと超バズったとか、なれば、また変動するんで、まあその辺面白いと思うんで、
皆さんも今ちょっと覚えておいてもらって、1年後4000人ぐらいになってるのかな、とか、まあ自分のペースでやりたいようにやって、あんまり無理、あんまりとか無理しないで、楽しみながらやって、行くと思うんで、まあ時々ちょっとこうチャレンジしたりとか、ちょっと頑張ってみたりはするとは思うんですけど、試しにみたいな。という、まあそこで変動はあると思うんですけど、基本的にそれで行ってみようと。まあ覚えておいてください。まあ分析してみてください。まあいいや、その辺は、まあまあそこ、まあこれ本題じゃないんで、まあそんな感じです。というわけで、今回あなたの本当にやりたいことは何ですかと。ドキッとした人もいるんじゃないでしょうか。というわけで僕が、思うてることを、と、あとこう、こうにしたらいいっていうか、まあ自分で考えてくださいっていうことなんですけど、自分で決めてくださいってことなんですけど、こういう、僕はこういうやり方でやってたりとか考え方で言ってるので、皆さんはそれに対してどうしますか？もし悩んでるとか、あったら、ちょっととはなんかこう、見えてくるものがあるんじゃないかなと。そこは一応自分なりに、自分ではこれがベスト、いいと思って言ってるんで、それに共感してくれる人がいたら嬉しいなということで。まあ、聞いていただけたら嬉しいですね。まあ、それでいろいろ僕なりに考えて、自分流に、なんかこう分かってきたものがあるので、とりあえずいろいろ見てると、いろいろ世の中ネットとか見てると、これ本当にこの人やりたいと思ってやってるのかなっていうところをたまに見かけるんですよ。やっぱりちょっとそこをなんかもったいないなっていうか、いやそれでいいのかなっていうのがちょっとあって、まあ別に人のことだからいいんですけど。でもまあ。あ、ちなみに話がそれますが、YouTube のチャンネル登録者を増える人の傾向として、部屋が綺麗とか、あと、見やすいとかいろいろあるらしいんですけど、僕はあんまり当てはまってないですね。まあ、チャンネル、投稿数が多いとかはクリアしてるんですけどね。あと質も。質というか、この技術。技術はもう完璧なんですけど。技術は完璧なんですが。まあ、それ以外はまだ頑張ってないのに、こんだけ来ているということ、これだけ、これだけ増えていらっしゃっていただいているということは、まあ、ありがたい話です。というわけで話はそれましたが、まあそう、で、まあもし、なんかやりたいことが見つからないとか、このままでいいのかとか、なんかつまらないとか、ある人がいらっしゃったら必見でもないけど、まあ、ちょっとは、なんか参考になるかなっていう。まず何がやりたいのかっていう、そのもの自体じゃないんですよ。あ、やりたいことって何かそのもの自体じゃないとは思うんですよね。その、なんていうんだろう。だから僕はたまたまベースだったっていうツールが、なんか別になんかベースやった方がちょっと興味があるからやった方がいいのかなって思えばやってみればいいし、まあ全然違うものに、スキーとかスノボとか何でもいいんですけどね。そう、やりたいことが見つからないので無理に探すというのは多分やり方としてはあまり良くないのかなっていう気がしまして。
まあ、それこそ流行ってるからやってるとか、で、とりあえずきっかけとしてはいいんですけど、それを果たして自分が本当にやりたいのかどうかっていうのは、その周りに関係なく自分で決めなきゃいけないので、そして、で、やるからにはやっぱりちょっと結構ちゃんと長くやりたいですよね。まあ、僕は生まれてから0歳で始めて、30年やってる設定、30年やってるのは確かなんですよ。いろいろありましたが。まあ、だからそういったものが見つけられる。僕はたまたま運も良くというか、まあまあ、うん。まあでもそこの根底に何かがあったんですよ。それは、この後お話しますが。ということなんです。で、何が大事かって言ったら、その、楽しそうだからとかそういうことじゃなくて、何がやりたいのかっていうのは、まず自分の中の根本にある、こうしたいっていうもの。別に会社を立ち上げるとかでもいいんですよ。何でもいいです。僕の場合はベースだったってだけで。で、そこの土台ですよね。土台をまず作る。これが決まらないと、何やっても多分、まあ、しんどいですよね、多分。つまんないだろうし。そのわけで、その土台を作る。そこが一番一番シンプルで一番難しいですよ。で、僕も、結果的にベースやって、長くやってるってことになって、なんでだろうって言われた時に、わからないんですよ、実は。なんでベースやってずっとやってやれてるんですかって言った時にあんまり答えられなくて、答えられないっていうか、そのって明確なものがなくて、でなんだろうなっていろいろ考えていろいろやってるうちに、いろいろ考えたりとか、日々こんなぼんやりした感じでやってますけど、口調で、まあ雰囲気もそんなそういう風に見えるらしいですけど、ある日こう、まあこの間ライブ配信でも結構前に言ったんですけど、その典型のようにハッって気づいたんですよね。あ、そういうことか。だからこうで、これがこれで、これがこうなって、これがこうなって、どんどんこう繋がっていったんですよ、ね。繋がっていったんですよね。その繋がっていったきっかけ、その典型のようにひらめいたきっかけっていうのも、普段自分が思ってることとか、そのいろいろ周りの出来事とかで、いろいろなんか考えて見つかったんですけど、やっぱり考えなきゃダメです。ちょっと深く考えなきゃダメです。ちょっと、プラス思考つってますけど、ちょっとつってますけど、ネガティブにわーって考えたりも、それはします。ただ結果的にプラスに持っていけた方が、まあ、楽しいっちゃ楽しいと思うんで。というわけでその考えて、なんでかな。あ、で、そこでなんで典型のように気づいたかっていうと、まあ、自分の周りいろいろ身近なところからネット、テレビとか見てて、これかっこ悪いなっていう。自分の中でですよ。そのあなたもいろいろあると思うんですよ。かっこいい、かっこ悪いっていうのが。別に僕で、その中、自分の中でかっこ悪い、ダセみたいに思った人のことを考えたんですよ。なんでこの人こんなダサい行動できるんだろう、かっこ悪い行動できるんだろうって、そこを分析していって、まあこういろいろひねってたら、その逆、そのかっこ悪い人の逆に、逆のことをしていってるんだな、僕は。と。ここ重要です。かっこ悪い、ダッセーみたいな。いろいろ社会、恋愛、楽器、音楽、スポーツ。上司。先輩。友達。ダッセーっていうのの逆を僕はやっていっているんだっていうことに気づきました。ここがポイントで。それ、で、それが土台なんだなっていうところに気づきました。で、そこ
で、要は、まあ、かっこいい人になりたいっていうわけじゃないんです、わけじゃないんですけど、かっこ悪い人にはなりたくないなと。で、そのかっこ悪い人っていうのが、例えば例を挙げると、その、まあ、楽器で言えば、その、弾けもしないのに、その、ライブもやったことない、バンドも組んだことないのに、まあ、家でちまちまやってたかもしれないですけど、なんかその、何その、なんか理論で、ここのあの、なん、その言えないですけどね、僕、そこに重きを置いてない、そこ土台ないんです。このなんとかなんとかっていうその奏法がなんとかなんとかで、なんとか敵で、なんとかなんとかだよね。だから、よくコメントとかあるじゃないですか、その、ちょっとアンチっぽい感じで。だから、そういう風にした方がいいんじゃないかな、みたいな、その、人。もうかっこ悪いですよね。って僕は思ったんですけどね。まあ別にそれいいっていう人もいるかもしれないですけど。じゃあその逆。で、そう語らずに、その別に、その僕の逆、知識別にいらない。その言葉のそのかっこいい、あ、なんだっけ、その言葉のなんとかなんとか、なんとか奏法とか、なんとかなんとか、僕にはいらない。まあ、言えた方が多分いいとは思うんですけど、僕は違う。だったらそのもう弾いちゃう。僕は弾いちゃう。弾いて、弾けばいいじゃんっていう。なんかいろいろ奏法名前あるんでしょうね。なんかいろいろ。なんかでこうなんかをしてて、白がなんとかでとかあると思うんですけど。で僕はその逆で、それが自分の中でかっこいいと思ってるのでやっているっていうことです。だから僕本当に、これがいい、あの、まあ、レギュラーチューニング、多少は言葉は知ってるんですけど、レギュラーチューニングのいい、開放弦をいいっていうのと、ここの3弦の5フレットが D っていうのしか知らないです。あとは別にいらない。この辺多分 A だか、C だか D だか F だか、わかんないですけど、まあ、そんないいんですよね。その辺はいらないと。僕はそれがかっこいいと思っちゃったんで、そこを突き進んでいると。っていうことです。まあ、例えばそう、あと恋愛だったらなんかその、何そう、例えば女の子興味ないのに、なんかその、遠回しに、なんかこうね、こう、誘うような、誘ってないような、なんかこう、自分に振り向かせるような、まあ、そういう方法としてはまあ、いろいろあるんですけど、でも、女性の方はもう、ちょっと嫌がってるのに、それに気づかないで、こう、なんかこう、しつこくするっていうやつとか、かっこ悪いですよね。で、なんでそうなっちゃったのかな、その人はっていうのをやっぱり分析してみたんですよ。まあ、テレビとかでもニュースとかでもあるじゃないですか、その事件になって、ストーカーで事件になっちゃったとか。あと、その、女性に騙されちゃったとか、金を、巻き上げられて恨んで、なんかしちゃった、事件になっちゃったみたいな。それも、やっぱりその経験ですよね。経験を、やっぱり未熟だったんじゃないかなと。だからそういう未熟、経験数が少ない。っていうところだったんじゃないかなと。その、要は、例えば、女性にアタックするの怖いですよね。あ、バンベースもそうですけどね。弾くの大変だし、ライブやるのも怖いですし、人前で。もともと人前出るなんか僕はもうダメだったし、人前で喋るとかもダメだったし。怖いじゃないですか。だけど、なんでもそう。社会、コミュニケーション。だけど、そこ怖いのを挑戦。頑張ってやってみる。うわぁ、めっちゃ、こう、緊張するけど、やってみよう。女性にアタックしてみよう。誘ってみよう。っていうのを、ずっと、こう、若いうちから経験をして、失敗をする。振られた。ライブでも失敗した。失敗してしまったと。そういう数が多ければ多いほど、経験値は多くなる。で、失敗して、そこでまた大事なポイント。失敗しても、それをちゃんと自分で
分析してなんで失敗したんだろう。うん。ちゃんと分析して修正する。そして次に成功させるみたいな。こんなちょっとでいいんですよ。ここのダウンピッキングがうまくいかなかった。なんでだろう。ダウンピッキングが5分間引き続けられなかった。まあ僕は今できますけど。余裕で。じゃなんでだろうと。で、分析するんですよ。なんか気合が足んなかったのか。まあ筋肉かなとか。まあいろいろ。持ち方かなとか。この角度かなとか。指の角度かなとか。分析して次、頑張って練習する。で、成功する。次は成功する。っていうのをどんどん積んでいく。と、リアルに実績が、説得力もある。それをまた、語った時に説得力があると。まあ恋愛もそうですよね。なんで断られたのかな？外見かな？喋り方かな？ちゃんと分析する。で、そこで大事なのが、失敗してやっぱりそのままにしない。あと、ふてくされない。一回はクソとか思うんですけど、あの女、みたいな。この俺がせっかく勇気を出して告白したのに振り上がってみたいなとことか。で、そこで、ふてくされて失敗のままにして、人のせいにするとか。いや、そう、恋愛もそうですけど、このダウンピッキングうまくいかなかったの、ドラムが悪かったからだ、とかじゃなくて、まず自分にちゃんと考える。まあ、自分なんですか、大事なの。自分次第なんですかね。自分のせいなんですよ。まあ、世の中の社会も全部そうです。人のせいにばっかしてたら、人のせいにするんだったら自分で何とかしろと。いうのが僕の極論。それがかっこいいんじゃないかなっていう、まあ、極論。まあ、とにかくそういうことで、まあ、その自分で、ちゃんと、で、その経験が多ければ多いほど、次には成功できるだろう、かもしれないし、だろうし、うまくいか、また失敗したらまたさらに考えればいい。やっぱちょっと、あれだったのかな。このジャージが良くなかったのかなとか、軍手が良くなかったのかなとか。軍手で告白したから良くなかったのかなとか。じゃあ軍手脱いでみようとか。でもちゃんと自分で納得させて成功する。まあだから世の中の偉人と言われる人、歴史上の人物、僕いろいろ YouTube で POP 速報さんとか見るんですけど、やっぱりそういうのがすごい挑戦して失敗して成功してっていう、挑戦して失敗して修正して成功してを繰り返してる。で、周りに何と言われようと、これがやりたい。僕は、このスタイルでベースをやりたいっていうのを、周りにいろいろ言われますよ、やっぱり。なんで軍手してるんですかはみたいな。頭おかしいんですかとか、いろいろ言われますけど。たまーに。軍手って、みたいな。軍手って、わら、みたいな。わら、草、みたいな。僕は別にいいんですよ。そんな気にしない。それよりよ、もう自分の、もっとこういうのが、こういうのをもっと、弾けて、なんか共感してくれる人が増えれば、増やしたいなっていうのがあるんで。まあ、とにかくそういうこと。恋愛もそうで、まあ、基本なんか恋愛とベースの話になってますけど、まあ、とにかくそれがあって、やっぱりうまくやっていけるんじゃないかな。それが未熟だと、ただの口だけの人だったり、相手のその恋愛だったら、恋愛、あとコミュニケーションだったりもそうですけど、空気全然読めなくて、自分だけ思い込みで突っ走って、で、相手に迷惑かけて、で、しまいには自分で、ふてくされて、人のせいにして、なんか、事件を起こすとか、なりかねない。で、そういうのはやっぱりダセってなりますよね。ダセな、いい年越えて、みたいな。まあ、未熟、で、僕も全然、まだ全然、これがもう神、すごいレベルのだったとしたら、まあ本当に、すごい人だったとしても、本当に僕もまだ全然、まあ、こんなぐらいですけど、このなんか、ほつれたこの、毛玉ぐらいのもんですけど、だけどその考えを一応持ってると、しっかりと。なので、そういう、だから、やっぱ未熟だから、例えば、自分の思い通りに行かなくて、いい年越えた人、自分の思い通りに行かなくて、わーとかなって、後輩に、切れたりとか、怒鳴ったりとか、当たったりとか、
部下に怒鳴ったり切れたり、まあ、かっこ悪いですよね。で結局でやっぱそういう人ってやっぱりそういう人もやっぱり分析するんですよ。なんでこの人こうなったのかなで分析して結果あー多分その幼少期の子供の頃から自分の思い通りにやっててで多分誰も叱ってくれる人がいなくてでなんか忠告してくれる人もいなくてその自分の思う通りいかないと切れるっていうのを繰り返してきただけの人なんだなみたいな。出せみたいな。出さみたいな感じになりますよね。なんでそうなっちゃったのかなって、まずさらに深掘りすると、まあ多分っていうか、例えば、そういう人がアドバイスできる空気を作ってないとか。えばってばっかで、怒ってばっかで、切れてばっかで言うから、みんながなんか、この人になんかこう、意見したら多分、怒るから嫌だから、言わないのこう、みたいなので、ずーっと来てて、そのままこの本にも気づかずに行っちゃったんだな、とか。ベースにしても、恋愛にしてもそうですよね。そういうのを言ってくれる人がいない。言えづらい環境を自分で作ってきちゃっているっていうところもあるんじゃないかな、その。だから僕もベース行ってて、いや、僕は友達にやっぱり見せてたんですよ。こうやって弾けたよって言って。緊張しながらもこう、恥ずかしいですよ。いつもヘラヘラしてる友達にこう、急にマジになって、ボーイの曲弾いたりとか見せてたんですけどね。よく緊張ですよ。だけど、それでまたその友達も言ってくれたんですよ。あのさ、ここからここに行くときとか、曲の展開変わるときの弦移動のときとかに、なんか、ちょっと間ができてるよとか、ちょっと突っかえてるよって言ってくれたんですよ。あ、そうなんだ。で、そのときは、うんって思ったんですけど、でも、ちゃんと、何をって思ったときもありますよ。だけど、ちゃんとそれ受け止めて、あ、そっか、そういえば確かにこの移動の時にちょっと間ができてんな、みたいになって、じゃあちゃんとそこを修正しようって。で、そのおかげでそういうところとかが治ったりとか、まあ恋愛とかもそうですよね。これこうしたらこうに言われちゃったんだ、みたいな。クソ、みたいな。いや、それってお前がさ、みたいな。そういう風になんか、やっちゃったからじゃない？みたいな。って言ってくれる。で、それをちゃんと、お前が何言ってんじゃない？じゃなくて、ああ、そっか、ありがとうぐらいの。ああ、じゃあちょっとそれも参考にしてみて、ちょっと考え方変えてやってみようかな。手法を変えてやってみようかな、みたいな感じで、ちゃんと受け止める。で、その空気を作る。作れる普段の行動。まあ僕が大事にしてるところは、やっぱりちゃんと挨拶するとか、まあ、プライベートっていうか自分の中で何か嫌なことあっても、そこはやっぱりあんまりこう、表情とか、クーッみたいな、イライラした動きとか、ダーンとかやったりとか、やっぱり僕の若い時、まあ今も若いんですけど、0歳からベース始めて30年やって30歳って設定なんですけど、やっぱりありましたよ。なんかもうすぐ物に当たったりとか。家で家族でトランプしてて頭に来て、トランプをぐちゃぐちゃにするとか、くそっつって。やっぱりダサいですよね、それ。で、そういうのを後で思い返して、子供ながらに。いや、あれはちょっと違うな、恥ずかしかったな。そういうことはやめようとか。っていうことですよね。あと、バイトとかでも、一緒にシフト組んでた女の子になんか嫌味みたいな言われて、なんか、そっけない態度っていうか、なんか、冷たい感じで返答されて、イラッとして、金庫整理するときに、千円札とか、一万円札ぐちゃぐちゃにして金庫に入れて放り込んでいって、次の日問題になるとか。やっぱそれも恥ずかしいことですよね。チューブくん、金庫の中のお札がぐちゃぐちゃなんだけど、あれってなって、すいません、僕です、みたいな。結局謝るみたいな。だったら最初からやるな、みたいな。音なんですよね。でもカッとなってやっちゃったっていうとことか。
あと、こう、夜勤コンビニ、コンビニ話ですけど、コンビニ夜勤で、その、やっぱり先輩が、なんかすげえなんか感じ悪くて、なんかこっちを普通にしてるのに、向こうは機嫌、なんか自分の機嫌が悪いからっていうだけで、あの、なんか人に対して、なんか感じ悪く接する。まあそこも格好悪いってとこですけどね。でそれに切れて、あの、バックヤードで壁を思いっきり蹴って、シャーって、ダーンって蹴って、で壁に穴を開けて、次の日店長にあれなんだろうみたいになって、すいません僕が、しかもそれをまた言い訳して、あのちょっと足をそこにかけたら、あの壁が脆かったらしく壁が崩れてしまいましてみたいなと、やってなんかやっぱりそこの情けみっともないですよね、かっこ悪いっていうところ、そういうのも全部やっぱり直していく、自分で気づいて直していくっていうことをしては切ったので、今は割とギリギリ温厚です。まあ自分一人の時とか、こうベース行ってる時とか結構切れたりしてますけどね。まあそれは見せないんで別に。まあ、人前はやっぱり良くないですからね。これなんか、そういうことがあっても、まあ一旦は、ちょっと、まあストレス溜まりますけど、やっぱりどこかで、まあ発散できるような手法、それは自分で見つけなきゃいけないですけどね。まあ、僕の場合だとなんかちょっとイラッとしたことがあったらすぐ人に喋ります。まあおかげさまでこういうところも、こういう場があるんで、なんかモヤモヤしてるところがあったらやっぱり喋ってみたり、こういうふうに。あとすぐもう年下だろうが、その、なんだろうが、後輩だろうが、部下だろうが、上司だろうが、先輩だろうが、僕、女の子だろうが、若い女の子だろうが、なんか嫌なことあったら喋りますか？あれ、さっきさ、みたいな。こういうことがあってね。で、あ、で、またそこも一個大事なポイント。ピン。大事なポイント。あ、あの、僕音つけるのめんどくさいんで、動画に。もう大事なポイント。あの、そこにユーモアを混ぜる。っていうところも僕の土台にあるんですよ。やっぱ僕の土台、この、たまたま今手法ベースですが、その、やっぱり人をちょっと笑わせたりとか、ちょっとニヤッとさせたりとか、ププって思わせたい。そして、チューブくんって、チューブさんって、面白い人ですよねって言われたい。あの、かっこいい人ですよねって言われるより、面白い人ですよねって言われたい。変な人ですよねって言われたい。イコール、かっこいいなんか別にそこら中にいっぱいいるのよ。髪型とかなんか、服装とか、なんか、眉毛整えたりとかすれば別にかっこいいんですけど、まあ、それは大事だと思うんですけど、僕の中ではそれは必要ないと思ってるんで、この中では面白いね、って言われたいっていうのがあって、ベースも、それに伴って、面白いことをやれるようにしてます。無意識に。土台にそれがあるんで、面白いって思われたい。そこでそれやるププっていう人が、あ、ちょっと外で車が走りやがって、なんかうるさい車が走って今、ノイズが入っちゃったけど、そこの、まあだからそこの、そう、っていう人が一人でもいたらいいなっていうのが僕の土台であるんですよ。うん。だから、で、プラス、まあ、あの、ちゃんと弾けてれば、ただ面白いこと、ただぐちゃぐちゃやってるだけだと、ただのデタラメな人なんで、それはあまりかっこよくないので、それでいて、ちゃんとリズムもしっかり、ちゃんと弾けてるっていうところのプラス、なんかいきなり変なこと、わざとやるっていうのを分かってくれる人がいて、面白い、変な人だな。チューブさん面白いなって言ってくれる人がいるのが僕の中で土台にあって、そういうのがいてくれたらいいなっていうのがあって、やっぱりその異性にもそうです。かっこいいって言われるやっぱり面白いねって言われた方が、まあ僕のトークで爆笑してくれたらもう締めたもんで、よし俺の勝ちみたいな。そこの土台も僕の中であって、で、それはどうしてかっていうと、多分幼少期の頃に、
とか、まあいろいろかな。なんかその、やっぱりみんなが笑ってたりとかしてる人、その、例えば親戚のおじさんとかが、面白、なんかちょっと独特な面白いことを言って、親戚中が笑うみたいな。そういうのを多分僕は、いいな、かっこいいなっていうか、すごいな、多分思ってたんですよ。それがもう根本にあると思う。そういうのも深掘りしていくと見えてくるんですよ。そう。だからその辺もあって多分今に至ってる。だから、その世の中でこれは、その一般的に見た目ダサいだろうとか、その言葉変だろうとか、そのプレイ変だろうとか、もうこのチャンネル自体はそうですよね。集大成みたいなもんで。場合によって、割とこう多くの人は何それっていう人もいると思うんですけど、でも僕はそれがやりたいんで、やってる人気にしない。何言われても大体大丈夫。多少こう、うってなるときあるんですけど、まあそれはそれでいいとして、いや僕はこれがやりたいっていうのを曲げないようにしてるんで、そういうもの、そういうのを多分皆さんあると思うんで、その辺を、意識してみてはどうでしょうか。あとは自分次第ということなんですけどね。まあそうにしたければすればいいし、別にしたくなくて人の意見でに左右されて悩めばいいさ。嫌だったら自分で変える。っていうことです。まあそういうことですね。まあ長いですね。やっぱ話すと。